受けないよ。マジで本当の説明だよ。ケイチ同士に極意に乗って。しかもこれ、心霊スポットに行こうっていうね。すごいよね。これで自分以外女の子よかったんだけどな。女子高生5人と乗りたかった。楽しくね、そしたら。後ろの真ん中でさ、もう、地方発砲女で。ルシャに友達4人連れてきてもらう。またハイビームはい、でいいですかね。なってます。うん、外しました。また折っちゃダメだよ。落ちるの。押すなよ。絶対押すなよ。前振りじゃないか。前振りじゃないか。あ、まあ俺は落ちても濡れないからいいや。いや、もうここは限界でしょ。いけるでしょ。いけるか。勇気出さなきゃ。あー、車だ。あー、もう無理。あー、もう無理だわ。あと10メートル。だから踏み潰して。無理無理。これがもう、これが限界。あ、でも、もう入って目の前だわ。うん、なんか草生えてる邪魔臭いんで、あれ踏み潰しちゃってください。何よ？え？前に草生えていっぱい生えてる邪魔なんで、あれ踏み潰してください、車で。いや、ぶつ、あれが邪魔。え？気のせい、踏み潰せばいい。いや、じゃあハンドル左に切って、あ、草むらから。え？思ったでしたね。竹にぶつかるって。ぶつかります？いや、竹の方がオレンジじゃないですかね。逃げないって。じゃあ、歩いていきますか。どかせばいいじゃないですか。あ、どかすか。キックキック。マジ、俺のパジェロミーニはもっとひどい仕打ちを受けてきたから。いいやつだ。確か車買ったばっかり。またローンが残ってるの行くぞ。これ何見てんすか。ダンゴムシがいっぱいいたとか。何してんの。何をそんなじっくり眺めてんすか。いや、ほんと無理。あれね、ポンプが出んだ。ポンプ、ポンプが踏み潰せばいいじゃない。いやそこにね、え、ちょっと横にね、穴があるの。穴、うん、飛び越えればいいじゃない。いや俺の車じゃないし。いや絶対ビッて行きましょうよ、もう。いや、そうしますか。いや普通そうでしょ。いや、俺なんか3月に車3台も廃車にしたんすからね。1回やつで3台ですよ。こうなってたんすね。なんかこのポップなんか使えそうですよね。いや、飛び越えられるじゃないですか。いや、飛び越えたとしてももういけないじゃないですか。いや、だからこの草を踏み潰していけば、俺たちが歩きやすくなる。いや、それがパチドミニがあったらな、何したって文句出なかったのに。自分の車だけだ。え？いや、勝負したって。いや、これ今だからいいから、夏場行ったら本当にやばいぜ。で、ここに階段があります。てか、なんかだいぶ景色変わったな。木がてか、崩れたんかよ、うん、木の壁になってるもん、崩れて。階段がさ、土でほぼ坂道みたいになってるもん。うわぁ、すげえ。
ぐちゃぐちゃだ。めっちゃ崩れてますね。大丈夫？え？起こす。うわ、くじけてて危ねえな。よっしょ。え？いや、前入れたぜ。廃墟への突入口が開きました。うわー、なんか土に、口の中入った。やべえよ、これ。おっとっとっと。あれ、懐中電灯が。あ、ライトつかねえや。予備の懐中電灯。あれ、だいぶ変わったな。木が生えてるしね。いや、これもう部屋っていうか、灰に入ったかよ。あらね。一応そこにちょっとシャンデリアっぽいのがある。あら、だいぶ変わったな。2年ぶりくらいかな、来たの。いや、前そんなに階段あって下に行けたんですけどね、うん、ちょっともう。もう無理だな。これなんか下に落ちそうで怖いんだけど。おっとっとっと。何の音？また堀川さん？堀川さんいる？え、そこ抜けないよな。あ、どうわかった。いや、もうわかんねえや。ていうか、前普通に下行けたんだけどな。ちょっと外から回れたし。これもう無理だよ。無理無理無理。しかしそう。ちゃんと入れるところ行きましょう。ちゃんと入れるところ。吉屋村みたいな。この辺にあるかな？うお。失礼。交代。とりあえず扉破壊しただけだな。あー、懐中電灯が消える。うわー、いったいっちゃあぶね、釘刺さるとこだった。あー、もういってなー。バチ当たったかや、ぶっ壊したから。あ、前そっから行ったんだ、横から。今行けるかな。あ、行ける行ける。この、ここの下通っていけば行ける。つまり、一階に、さらに地下室あるからね。地下室に落ちないようにね。ああ、懐かしい。久しぶりに来たな。またなんか暴走が始まったぞ。暴走が始まった。とりあえず上がってみた。この祭壇的なのに。お？コウモリ？上は多分崩れないですよね。木生えてたけど、鉄筋コンクリートだし。うわ、なんかロシア村の地下室見て。
通にこっちから。でもとりあえずこれ普通の家じゃないんだよ絶対。下がってもらっていいですか。一人ずつじゃないとここ見れないんで。あのタンクとかボイラーとか普通の民家じゃ絶対ないっすよ。またコウモリがいる。なんかコウモリみんなこっから出てくるな。びっくりした。耳元で。お、階段があった。あ、もう調査済み。あ、完全に塞がってる。まった。あ、無理。オープンだドア。いや、無理です。俺もここから先行けませんから。開けるのドアを今。女にやれって言われたら嫌だ。くついまた別荘かなんかがですかね。